やる気出ない。どうも、あいちです。やる気が出ない日ってありません？突然ですけど、例えばなんかやんなきゃいけないことがあるんだけど、こう携帯いじっちゃうとか、あとは YouTube 見ちゃうみたいな、そっちはさ、その欲に負けてるって方なんで、またちょっと違う話なんですけど、そうじゃなくってもう何もかもやる気が出ないみたいな時があって、それが続くと結局何もできないから自分を自己嫌悪になって、もうクソ、自分クソだわって落ちてって、さらに病んでってっていう、その負のスパイラルに落ちていくっていうのを経験したことある方はこの動画見てほしいんですけど、自分はもともとそういうスパイラルにすごく落ちやすい学生生活を送っていて、そうで、まあ今でもこうちょっとなんかね、こうなんだろうな、心の調子が悪いって言ったらなんか変な言い方かな、そうでもそういうことが多い、なんかね今日ダメだわみたいな日があるんですよ。そうで、昨日今日がね、ちょっと俺うちの家族今体調悪くって、みんな俺も含めて、それもそのせいもあるんだけど、でちょっとねこううまくこう今ね心がねこううまくこうこう来てないで、まあ、せっかくならそういうテンションの時に撮ろうかなと思ってこの動画今喋ってるんですけど、そういう時に自分がどうしてるかっていうのをね、どういう風に考えてどう行動するかっていうのを話しますんで、ちょっと参考になれたら嬉しいなと思います。でね、実際どうしてるかっていうと、自分は0より1っていう言葉をすごく大事にしてるんですけど、サブ例えば休むっていう選択肢もすごく大事だと思ってて、いやいいんだよ、休むって大事なんだけど、俺の性格上休むってなると、もともとこの日は休みですって決まっててオフにして、まあ、仕事をしない、まあ、前に歩み出す、歩かないっていうのはいいんだよ、前もって決まってることだから。でもこう自分の調子が悪くてやんなきゃいけないことがあった日なのに、ゼロっていう、動かない休むっていう選択肢をすると、俺は自己嫌悪になってしまうの、それは。そうだからゼロは、休むことはせずに1でいいから動こうっていうのを自分に言い聞かせるの。例えば自分だったら1本動画撮るはね、ちょっと労働量が多いんでそこまでいけないんだけど、その勉強動画の板書を 1個でいいから作るとか、その板書のために問題集を何ページ解くとか、過去問1個解くとか、その仕事ね、その動画を撮るために1個でいいから行動を起こすっていうのは絶対するようにしてるの。これはどんなに病んでたり、どんなに疲れてる時もするって一応決めていて、で例えばみんなに置き換えるんだったら、まあ普通に受験生とかだったら勉強いっぱいしなきゃって思うじゃん。でもいろんなことをしなきゃって思えば思うほど、こうやることが多くなればなるほど動けなくなるんだよね、人って。その順序を決めないとさ。でその中でじゃあいっぱいやんなきゃいけないと、でもどうしてもなんか嫌なことがあったとかさ、その、なんだろうな、親と喧嘩したとかいろいろあってさ、もう、もうなんかもう、もう嫌だな、もう、わーみたいな、になっちゃったら、一問でいいから問題解いてごらん。そう、一問でいいからひとまず。で、もう、本当に、もう、ボロクソでしんどかったら、単語一個覚えるとか。あとは、前やった問題も多分できるだろうなっていう問題一問だけでも別に構わない。そう。でもきっとそれだと、なんかね、できることやっただけじゃんってなっちゃうから、できない問題、ね、できなそうな難しい問題を一問でいいから解けるようにするっていう。そう。で、それでもいいと思う。俺は0より、0と1の差ってすごく大きくって、一歩踏み出すというか、一歩前に歩けたんだったら、それはもう、よくやったって言ってやってもいいんじゃないかなって、俺は思っちゃうの。甘いって言われるかもしれないけど、俺はそう思ってモチベーションを保つタイプなのね。だから1は絶対歩み出すっていう。そう。で、それをやってほしいなって思うのと、あと中高生の子たちって話聞いてると、変にって言ったら怒られるから、変でもいいか、変に自分に厳しくて、変に自分に甘いなって思う時があって、まあ自分に甘いなっていうのはもちろん、まあね、生きてる長さがやっぱ違うからっていうところもあるんだけど、厳しいっていうのは、例えば、俺らからすると、いや、それちょっと頑張ったじゃんっていうことも、全然ダメです、みたいな。自分クズなんで、周りと比べると全然とか言い出しちゃうんだよ。だからさっきのとこに置き換えれば、一問解いたじゃん。一問頑張ったじゃん。そのね、辛い時に言って。でも周りもっとやってるから、みたいな。言っちゃうんだけど、やっぱりそこはさ、
頑張れないって、本当は休みたい、できないって思ってたところを一歩踏み出したんだから褒めてやるべきだし、結局自己嫌悪になって自分のことをクソだのダメだのって言い続けたら、やっぱ思い込むんだよね、本当に。で、自分のことがダメだとかクズとかそっち思ってる子たちは伸びないよ、物事できるようにならないから。そうだったらやっぱり自分の可能性を信じてる子の方が強いし、絶対に。だからさ、まあ褒めてやれとは言わない、褒めてやるとは難しいかもしれないけど、けなすなって自分のことをとはすごく思う、話を聞いてるとね。うん、まあ言うて言うて自分もそういうことをしてたタイプだから、うん、気持ちは分かるっちゃ分かるけど、でも今俺はもうしないからさ、それは、うん、一歩踏み出したらもよくやったなっつって、まあ、ちょっとモチベーションこのそのままリズムを作っててちょっと頑張っていこうぜみたいな風に思うタイプなので、まあしんどかったりとかさした時に0より1っていうところをね、ちょっと頭のどっかに思い浮かべてやってもらえたら嬉しいです。はいということで、板書作り頑張ってきます。みんなも頑張ってね。